旧新社会民主党は、地理における中道左派政党で、1990年から2010年まで、与党の座を維持していた、政党連合、コンセルタシオンデモクラシアを構成。2013年からは、地理共産党など左派政党も含めた、政党連合、新多数派に参加している。1994年に旧新党パルティドラデカルと、 チリ社会民主党パルティードソシャルデマクラタでチリが合併して結成された。旧新党は1863年に結成されたチリの最も歴史ある政党の一つであり、4人の大統領を出すなどかつては有力政党の一つであった。チリ社会民主党は1971年に旧新党の左派が離党して成立した政党である。急進党は1937年、 社会党、共産党と共に人民戦線を結成し政権を獲得したが、1948年にはアメリカ合衆国の圧力に屈して共闘していた共産党を突然非合法化した。その後キリスト教民主党や社会党、共産党の勢力拡大の狭間で急進党の統制は次第に縮小し、特にアジェンデ政権下で、 アジェンデ支持派と反対派に分裂したことで得票は激減した。17年間の軍政時代を経た民政復帰後も旧新党への支持は回復せず、社会民主党と合併した後も、得票率は5%以下の消灯に止まっている。社会主義インターナショナル加盟。チリ会員議員一覧、チリ上院議員一覧、ベザロ、サルバトーレ、ヒストリカルディクショナリーオブチリ。 スケアクロープレス、P559 ラム、ピーター・ラカーティ、ジェームズ・シー、ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・ソシアリスム、スケアクロープレス、P314、マイヤー、ピーター・ジェイ、チリ、ポリティカルエコノミック・コンディションズ&、U.S. ・リレーションズ、コングレッショナル・リサーチ・サービス、P17、ありがとうございます。